ボルボ富士重工性連接バス KCB10MC 形成バス連接バスとは大量輸送のために車体が2連以上につながっているバスである。記述によっては連結バスと呼ばれる場合もある。バスラピッドトランジットでは大量輸送のために連接バスを採用する事例も多い。軽音型連接バスの例、第2軸直前にあるマフラー、第3軸が シングルタイヤであることに注目。先頭車両の後ろに関節で複数台のバスが連結された構造で、通常は先頭車両が前後に軸、中間および最後部の車両は後部一軸となっている。最後部車両にエンジンを持つものは後部二軸となっている例がある。各車両間にはホロがあり通り抜けることができる。エンジンの配置は 先頭車両の床下にミッドシップエンジンとして置き、後部車両を牽引するものと、最後部車両にリアエンジンとして置き中間、先頭車両を推進するものがある。従来は安定性などの面から、先頭車両にエンジンを配置するものが多かったが、車両のノンステップ化の推進により、最後部車両に置くものが大勢である。最後部車両にエンジンが設置された車両の場合、 内輪が通常のバスよりも大きいため、交差点などで旋回時に連接バスの旋回の内側に入るときは注意を要する。欧州などでは有害物質を排出せず、運行経費が低いトロリーバス仕様の車種も多く見られる。車両の全長は2車体連接で、概ね18メートルから19メートルで、旅客定員は110から190人程度である。 三車体連接の場合は、約24から26メートル程度で、約270人となる。トレーラーバスとの違いは、路上など、作業設備のない場所で、前後の車体の切り離しが行えないこと、また、各車体間がホロでつながる、完全固定編成になっており、自由に行き来ができることである。トレーラーバスも収容力では、連接式に劣らず、 フルトレーラー式では換算時にはこう切り離して親だけで運転できる経済性も有しているが乗客が連結器をまたぎ越して親車と子車の間から道路を横断しようとして他車と接触する事故が相次いだそのため西ドイツでは1960年にフルトレーラー式の運行が禁じられその他の国でも前後車両の間にロールスクリーン式の ブロッカーストリップスが取り付けられるようになった。通常の路線バス車両とメガライナー、連接バスの比較全部車にエンジンを搭載する、軽イ型のボルボ B10ML や、ネオプランジャンボクルーザーは、最後軸が第一軸と逆位相で操打するため普通の、大型バスとほぼ同じ間隔で運転できる。一方で、ネオプランセントロライナーや、 メルセデス・ベンツ・スターロなどの後部車にエンジンを搭載する推進型は、最後軸が駆動軸かつダブルタイヤであるため操舵せず、最後軸が操舵する牽引型に比べて最小回転半径が大きい。そのため、運転のしやすさの面では、牽引型の方が優れていると言えよう。連接バスは、全長が日本の保安基準で定められている12メートルを、 超えるなどの特殊構造のため、道路運送法に基づく、国土交通省運輸局の特例措置を受け、使用路線を限定して運行される。走行レーン及び経路を厳守するという条件で、運転が可能となった。もっとも、非常時の迂回路や新規路線への投入には、その都度実車による検証と認可が必要となり、運用には依然として制限がある。 前述の通り全長が日本の保安基準で定められている12メートルを超える上、ネオプランセントロライナーやメルセデスベンツシターロ、J バス製の2車種は走行用エンジンを後部再車両へ搭載し、後々軸を駆動しているため、軸重が日本の保安基準で定められている10トンを超過する。他、シターロでは全幅も 日本の保安基準で定められた2.5メートルを超える2.55メートルとなっており、また非常口設置もなされないなど、原則では日本国内の行道を走行することはできない。そのため、これらの点について、道路運送車両法に基づく国土交通省運輸局の基準緩は申請。 道路法に基づく道路管理者の特殊車両通行許可申請及び道路交通法に基づく警察署の制限外許可申請等が必要である。運転免許の面では切り離すことができないため通常の大型免許単独で運転でき、軽員免許は不要ではあるが、右折時や交代時に軽員自動車の運転と同等の技能が必要であることから、 ほとんどの事業者は牽員免許取得者を乗務させている。なお、営業運転に際しては大型二種免許が必要である。メルセデス・ベンツ、e ・イース・ター・ロージー・メルセデス・ベンツ・キャパシティマン、ライオンズ・シティスカニア・シティワイド・イン、日本国内で導入実績のある車種色と、c d k 百八十2 c h r イスズ BX ツインバス1 9五十年二月、イスズ自動車は、 当時のベストセラーバスであったイスズ BX91 をベースにした連接バス1両を試作製造した。ボディは、イスズと提携したばかりの川崎産業が仮装した。当時は、連接バスではなく、双子バスと呼ばれた。全長11メートル、運転者1名と、車掌2名が乗務し、定員は75名で、関節部は上下方向にしか折れ曲がらない代わり。 後部車体にある第三軸が走行した。製作はそれ一両のみで、同車は八戸市交通部に納入されて、営業運転に使用され、後に広南バスに移籍した。科学万博スーパーシャトルバス、富士重工、ボルボ B10M 科学万博スーパーシャトルバス1985年に茨城県筑波研究学園都市で開催された。 国際科学技術博覧会会場への交通アクセス手段としてスウェーデンボルボ製 B10M 製の連接バスが1984年から1985年にかけて100台導入された。運行区間は万博会場と常磐線の臨時駅である万博中央駅との間のみであった。これは車両の全長が長いことから 道路交通法の特例措置を受ける形で運行されたことによる。閉幕後東京空港交通での活躍東京空港交通では19台中3台を当初よりランプバスとして使用し、16台は都心と成田空港を結ぶ連絡路線バスとして使用することになり、後部車体の乗降口を撤去した上、最後部に荷物置き場を設置した。また、 座席はすべてリクライニングシートに交換されたほか、高速走行に対応して、最終限速比を6.166から4.86に変更している。しかし、以下の事情もあり、運行路線と途中経路を限定する形で、道路交通法の特例措置を受けて運行された。結局、渋滞などにより迂回路を使用するフレキシブルな、運用ができないデメリットがあり、 後に運行は廃止された。なお、空港内ランプバスとして使用された3台は1999年に、旭川電気軌道に移籍し、当期の通学路専用として2004年まで使用された。秋バエクスプレスへ、上期の東京空港交通で使用されていた車両の、うち、埼玉県の中古車販売店に留置されていた、解体寸前の1台を2008年に、 バス愛効果団体、秋葉エクスプレスが購入した。同団体の本拠地、栃木県までの80キロメートルを実装した後、同体保存に向けて整備されている。その後2011年に、群馬県で倉庫として使用されていた、解体寸前の個体を部品取り車として購入した。翌年応急処置の上、同団体の本拠地まで実装した。二0二0年現在、 同一個体かは不明だが一両が国内某所で確認されている。1998年以降富士重工ボルボ B10M 連接バス形成バスその後ボルボは1998年に連接バスを日本で正式発表したが、京成電鉄が千葉県千葉市内の路線向けに導入した10両のみで終わり、2000年に販売が中止された。 この京成バスの車両を使用して、石川県金沢市では2004年11月13日から11月28日にかけて、同市内で連接バスの運行実験が行われ、運行は北陸鉄道が担当した。2005年3月に神奈川中央交通は、ドイツネオプラン製、セントロライナー2両を導入し、これが日本国内においては、 ノンステップ連接バスの初導入事例となった。神奈川県藤沢市内の路線でツインライナーとして運行開始、同年9月には4両に増備された。2008年8月12日から8月16日にかけて新潟県新潟市内で連接バスの運行実験が行われた際には、神奈川中央交通の連接バスが乗務員込みで貸し出された。 2007年末には、メルセデス・ベンツ・シターロ4両が導入され、2008年2月より、神奈川県厚木市内の路線で、営業運行を開始しているが、道路運送車両法が定められた上限を上回る、車体幅2.55メートルの路線バスは単車体の車両を含めても、日本では、初めての導入例となった。2009年10月10日から10月12日にかけて、 静岡県浜松市内で連接バスの運行実験が行われた際には、神奈川中央交通の連接バスが乗務員込みで貸し出された。2015年9月には、新潟市の新潟交通 BRT、モズ京ライン用として、スカニアがシャシーを製造し、ボディをオーストラリアのボ力グ連製とした連接バスを4両導入した。この車両は、日本の規格に合わせ、 車幅を欧州規格より小さくし、非常口を設置するなどした仕様である。後、西鉄バス、福岡 BRT 用としても採用されている。2016年10月には、メルセデス・ベンツ・スターロの新型モデルを日本国内向けに発売することが発表され、2017年4月より、関西国際空港内の第一ターミナルと、 第2ターミナルを結ぶ路線に投入された。2019年5月27日には、いすず自動車と日野自動車が、ハイブリッド機構を採用した、新型連接バスを、日本国内向けに共同開発し、発売を開始した。2020年7月23日、横浜市交通局が、横浜駅東口、山下不動間に日野、ブルーリボンハイブリッドを投入し営業運行。 開始した。愛称は、ベイサイドブルー。以降は、東京 BRT や、京王バスなどでも、国産連接バスの導入が進められた。欧州諸国を中心に、多くの国で採用されている。以下に、特徴的な事例を取り上げる。 ニューヨークで走る、電気自動車仕様の連接バスノルウェーオスロの、連接バスミュンヘン市内の連接バスブラジルクリチバで、使用される3車体連接車国産連接車イカルバス IK、IK-218M ソウル市内で、運行された連接バスバンコク都内で運行される2、車体連接車、メルセデスベンツオー4 0 G 当初、導入バス事業者は少なかったが、2010年代、 以降は、全国各地で徐々に増加し、路線バスとして2021年12月現在、以下の地域で運行されている。京成バスグループ京成バス、シーガル幕張日の、ブルーリボンハイブリッド連接バス、千葉県千葉市、京成バス新都心営業所所属、シーガルハリ東京 BRT 東京都港区、中央区、京成バス奥戸営業所篠のの車庫、 東京 BRT 所属、東京 BRT、京王電鉄バスグループ、東京都日野市、八王子市、町田市、京王電鉄バス、八王子営業所東京都八王子市、町田市、京王バス、高尾営業所神奈川中央交通グループ神奈川、中央交通、ツインライナーネオプランセントロライナー神奈川中央、交通、 ツインライナーメルセデスベンツ・シターロ神奈川県藤沢市、神奈川中央交通綾瀬営業所所属。ツインライナー、神奈川県厚木市、神奈川中央交通東、厚木営業所所属。ツインライナー、東京都町田市、神奈川中央交通町田営業所所属。ツインライナー、神奈川県相模原市、東京都町田市、神奈川中央交通東、橋本営業所所属。 ツインライナー、横浜市交通局横浜市へ、バス、ベイサイドブルー、神奈川県横浜市、滝頭営業所所属、ベイサイドブルー JR バス関東 JR バス関東、福島県白河市、白河支店所属岐阜乗り合い自動車岐阜バス、清流ライナー岐阜県岐阜市、柿笠営業所所属、清流ライナー、 新規バス新規バスオレンジアローレンサンダ兵庫県サンダ市三田営業所所属オレンジアローレンサンダ兵庫県神戸市神戸営業所所属ポートループ新潟交通新潟交通一万台橋ラインツインクル新潟県新潟市新潟西部営業所所属ツインクル大見鉄道バス大見鉄道バスジョイントライナー 滋賀県草津市、大津営業所所属、ジョイントライナー西鉄グループ西鉄バス福岡 BRT 福岡県福岡市、西日本鉄道あたごはま自動車営業所、中川自動車営業所、アイランドシティ自動車営業所所属、福岡 BRT 西鉄バス福岡空港国内線、国際線連絡バス、福岡県福岡市、 西日本鉄道竹下自動車営業所、西鉄バス、北九州 BRT 福岡県北九州市、西鉄バス北九州小倉自動車営業所、八幡自動車営業所所属、北九州 BRT 福岡県北九州市、西鉄バス北九州津波自動車営業所所属、北九州 BRT 南海バス南海バス、大阪府泉佐野市、 空港営業所所属なら交通京都府政課長、平常営業所所属、イエローライナーカレンミエ交通三重交通、新トライナー、三重県伊勢市、伊勢営業所所属、新トライナー、三重県四日市市、三シャトル、鹿児島県鹿児島市。ありがとうございます。